三発脱刀令は、明治4年8月9日に、大上官によって出された法令。一般には、断発令という名称で呼ばれる。岩倉施設団の出発前の写真。左から木戸高吉、山口直吉、岩倉智美、伊藤博文、大久保利道。岩倉は曲げを言っている。 曲げを落とし、様相に改めた岩倉智美幕末に、様式群生の導入が始まって以後、曲げを言わずに散髪する風潮が広まりつつあったが、この日、散髪がつ刀ったなかったるべしとして、髪型については自由にし、家族、士族が刀を刺さなくても構わないとしたに、改めて禁止令が出されている。なお、例外規定として、管理到礼服の時は、縦脇すべしとされている。 つまり、曲げを言い、刀を帯びることが、それまでの礼装だったのである。これを受けて、明治六年三月には、明治天皇も散髪を行い、管理を中心に、これに従う者が増えていった。散髪脱刀霊は、髪型を自由にして構わないという布告であり、曲げを禁止して、散髪を強制する布告ではない。島津久光、や原鍵吉のように、 福告以降も曲げをしていた者もいたが、特に罰せられてはいない。島津忠義は曲げを言った姿で第二本帝国憲法発布式典に出席している。また、政府の重鎮であった岩倉智美は、明治4年11月に岩倉施設団を率いた際にも、横浜を立った時は曲げを言ったままだった。その後、シカゴで散髪をしている。 実際には改革推進派の県令が着任した地域では、ちょんまげは厳しく取り締まられた。明治6年3月鶴ヶ県で断髪令に反対する3万人が散髪、要衝の撤廃を要求した一揆が発生し、6人が騒乱罪で死刑となっている。この一揆は、霊北地方の境、王の、今立軍に及んだ。女性の髪型も明治時代になり、 西洋風の即発へと次第に変化した。散発脱型レ例との関係では、明治5年4月5日に、東京府が女子断発禁止令を出している。これは、散発脱型な例の趣旨を女子も散発すべきであると誤解した女性が男性同様の断発にすることがあったためである。ありがとうございます。